札幌ドームには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますので、ね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはファイターズの先発金子が札幌ドームのマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。打ちました。ヒットになった。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは新井。前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これはね、バッテリーの勝ちですね。キャッチャーよくさせてくれましたね。はい、先制のランナーいなくなりました。いや、よかった。引っ張った。渡辺、これで7試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ、バッターはデイビス。この打席でホームランを放てば今シーズン10本。セーフ。アウトコース、ファウル。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。変化球空振り。ツーアウトになっています。バッターは DH 小栗。前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。ツーアウトランナー1塁です。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。切りました。ファールボールです。インコース、ファウル。真ん中打ちました。またファウル。打ちました。この打球はフライになっています。ファーストが構えます。中田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。2回の表バファローズの攻撃、打席には5番バッターローズ。さて、ファイターズの先発は金子。昨シーズンは8勝を挙げています。前回の登板は7イニング投げて自責点に、打線の援護がなく負けがついています。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ、入れます。入った。ホームラン。先制ホームランです。バファローズ今シーズンの初打席で初ホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ先制を許します。1対0。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。バッターは注目のルーキー金村。ファイターズこの回先制点を与えています。小宮山さん、先制されてしまったわけですが、まあここからですよね。この後は持ち直したいですけどね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には鈴木入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。うん、なるほど。そうですよね。
打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは牧。前回のゲームではなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。ファイターズ先制点を許す形となっています。これが初球、引っ張った、石井、これで4連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー水口。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ初球は何か、打った、左中間に強い打球、これはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ノーアウトランナー三塁二塁。さあそしてバッターボックスにはキース入ります。さあ追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですね、できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。真ん中打ちました、ファウルになります。ファウルです。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。まあ次はボールゾーンに落ちていくチェンジアップで空振りを狙いたい。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。まず一つアウトを取りました。さあそして打席には新井入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあこのままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました、ヒットになった、ホームに送球、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、4対0ファイターズ、なおも三塁一塁のピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。甘い球をね、ミスショットするようなバッターじゃないですからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さあそしてバッターボックスにはデイビス入ります。さあなおもピンチが続きます。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね、切りました、ファールボールです。次が3球目、今度も真ん中に来ました。まあそうですね、打ち取れる可能性が高いわけですから、積極的に攻めてもらう。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、5対0ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。打順は4番小栗。まあファイターズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐんだ、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。8対0、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスは5番ローズ。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。打ちました、石井取って、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのはロドリゲス。さあマウンドに上がったのはロドリゲス、今シーズン初登板です。初球ボール、変化球が低めに外れます、ボール先行です。
真ん中打ちました。ファウルになります。打ちました。ピッチャーゴロです。セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。8対0、バファローズ先制です。小宮山さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたが、いかがですか？そうですね、ここから見ていても本調子じゃなかったんで、まあ取り返しのつかなくなる。打った、石井取って、ワンアウトです。バッターボックスは8番牧。先ほどの打席は内野安打でした。ロドリゲス、まずは先頭バッターを打ち取っています。早くも先発全員安打です。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。アウトコース外れます。さあ仕留められるか。ファウルになります。スライダー外れます。3ボール2ストライク。ここでフォアボールを与えました。ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。打ちました。レフトバックする、バックする、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。初球は何で来るか。初球空振りです。バッターのキース、今シーズン得点圏での打率は6割7分7厘となっています。ファウルになります。引っ張った、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、取りました。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。バッターボックス新井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと打ちました。取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ犠牲フライで1点を追加しています。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている清水。前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっと合わないようです。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは9番に入っている石井。前回のゲームでマルチアンダーを記録しています。ワンアウトランナー1塁です。打ちました、ファールボール、見逃して三振です。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナー1塁です。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。回は4回の表に入っています。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターはデイビス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ファイターズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね。変化球で空振りを取ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。一二塁間、中田掴んで3アウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね。最後の踏ん張り、
その食い止めることができるんでしょうか。三塁線、ビアヌエバ掴んで、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス鈴木、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。8番バッター牧、まあファイターズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。ちょっとタイミングはずれました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、これはどうか、センターへ抜ける、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、10対1、ファイターズもうこれ以上点はやれません。この水口、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合打ちました、ピッチャー取った、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。10対1、バファローズのリード広がっています。バッターボックスは8番清水、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ヒットでランナーを一塁に、バットに当たりません、三振、あえなく三振です。バッターボックスは9番石井、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだよかった。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ここまでのハイライトです。2回の表、この回の先頭バッターローズ、その初球でした。ファイターズ一振りで先制点を奪われます。続く攻撃、ノーアウトで二塁にランナーを置いて7番鈴木、初球から狙っていました。ファイターズ2点を追加されます。さらに続きます、ワンアウト2、3塁のピンチ、2番バッター新井、センターへ運ぶタイムリー、ファイターズ1点を追加されます。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。キース、バッターボックスに入ります。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ファイターズ厳しい展開で6回を迎えています。変化球がインコースに決まります。これはセカンド渡辺掴んでアウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。いい動きでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。まあこれね、日頃からのね、練習の姿勢がね、集約されたプレーですよ。ファウルになります。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。3番バッターデイビス、まあファイターズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは DH 小栗、今日はホームランを放っています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。内へ、これは決まった、引っ張った、ファーストが前に来る、ファーストを取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。10対、バッターボックスは4番中田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めギリギリです。ノーボールツーストライク、変化球空振り、これから7回バファローズの攻撃です。
西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いや、もちろんですね。これだけね、お客さんも来てくれてますからね、最後まで試合を捨てないという気持ちでやってると思いますよ。そのファンの期待にぜひ応えてほしいと思います。膝元への変化球、インコース見送ります。ツーボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ。打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、11対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。6番バッター金村、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。変化球が高めに外れています。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番鈴木、今日はホームランを放っています。ヒットで1塁はセーフ。もう1球牽制球、セーフ。まず何を投げてくるか、初球大きく外れています。ここも牽制、一塁はセーフ。一塁牽制、セーフ。2球目は何で来るか、アウトコース外れます。ボール先行です。しつこく牽制を入れます、一塁はセーフ。3球目は何で来るか、打ちました、この打球はファールグラウンドへ、切れていきます、ファウル。さあ4球目は何か、インサイド、打ちました、ファールグラウンドへのフライです。サードが構えます、取ってワンアウトです。バッターボックス牧、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね、ワンアウトになっています。ファウルになります。次が4球目、ライト方向を流しました、これはどうだ、セカンド取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックス水口、まあファイターズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。初球打ち、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、12対1。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰ってキース、緩い変化球、まずは見送ります。これはまた真ん中へ、まあ、とにかく投手有利なカウントのうちは積極的に攻めていくべきですね。打ちました、ショート取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで、バッターボックスには指名打者のワンボーロン、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね、ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打席には8番バッター清水、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたい。アウトコース打ちました、ここは打ち上げています。ショートが構えます、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがファイターズ、ゲームは8回に入ります。バファローズの攻撃、打順は2番新井。さっきツーベースを放っていますからね、ここは警戒しているでしょうね。そうですね、ファイターズ厳しい展開で8回を迎えました。ファウルです、打ちました、ヒットになりました。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席はファールフライに倒れています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、ここでバファローズ代走を送ります。村上ファーストランナーに入ります。一塁牽制球セーフ。初球大きく外れています。2球目打ちました。レフト線ライン際に打球が飛んでいる。三塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。初球は何から入ってくるか。まずは見送ります。ワンボール、際どいがボール。バッターボックスの小栗、今シーズンの得点圏打率は6割ちょうど。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズが突き放します。センター前のタイムリーヒット。14対1。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスローズ、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれた。一塁はセーフ。さあまず1球目インサイド、変化球決まっています。打ちました。渡辺送球する。アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打席には7番バッター鈴木、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。まず変化球を見せてきました。打ちました。入れました、ファールボール。打った、レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。15対1。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手。さあマウンドを任されたのは石川、今シーズン5試合目の登板です。バッターボックスには代打の栗。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、ピッチャーゴロ。石井一塁を送ります。これで9試合連続安打。2アウトランナー三塁一塁。バッターボックスには代打の山本。ツーアウトながらランナー三塁一塁。抜けたような感じになりました。大きく外れます。アウトコースストライク。これが3球目。インサイド落ちました。になった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。三塁タッチもセーフ。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ファイターズなおも三塁一塁のピンチです。打順は1番に帰ります。バッターキース。これが1球目。引っ張った、これはどうか。ファーストの左抜けました。三塁へ送球する。サードランナーホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。高め打ちました。ファーストが取る。アウト、ワンアウトです。バッターボックスデイビス、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。
2球目打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。これが初球、まずはストライクを取りました。これが2球目、外際どい球、ボールになります。うちのボール打った、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、バファローズ追加点、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターは5番ローズ。さあ初球は何か、打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸び入った、ホームラン、ツーランホームラン、なんと今日3本目のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは6番金村。初球空振りです。打った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何で来るか、左中間へ持っていった、大きいぞ、伸びる、フェンスダイレクト、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズなおもピンチが続きます。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の玉井。さあマウンドに上がったのは玉井、今シーズン初登板です。これは手が出ないか、ストライクを取ります。すぐに追い込みました。外の低め見極めます。変化球打った、サードの左、ファウルです。5球目は何で来るか、外のボール打っていった、この打球はファールグラウンドへ、左に切れてファウル、ワンボールツーストライクです。真ん中打った、サード正面取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。バッターは守備交代から起用されている吉田、前回のゲームではなんと6安打の大活躍でした。2アウトになっています。センターへ、ここはフライになっています。スライディングキャッチ、スタンドのファンからも歓声が届きます。掴んで3アウト。このバッターボックスには4番中田、今日はホームランを放っています。インサイド落ちました、ファウルになります。内へ低めの変化球、あっという間に2ストライクです。三振になります。ワンアウトです。さあ球数的にも多少きつくなってきた。打席には5番バッター渡辺、今日は3打席全て三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。三振です。ツーアウトになっています。バッターボックスビアヌエバ、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。引っ張った、サード取った、一塁へ、これで3アウト、試合終了になりました。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。
一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとう。札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの2回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことは何でしょうか。まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい、そういうところですよね。さあ、先制点はどちらのチームに入るんでしょうか。まずはファイターズの先発マルティネスが札幌ドームのマウンドに上がります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球は変化球から入りました。打ちました、痛烈、切りました、ファールボールです。大きく外れました。打ちました、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には牧入っています。さあ、先制を防げるかという場面。まずは見送ります。ワンボール、ファウルになります。ここもファールです。打ちました、大きな打球になった、レフト下がる、抜ければ先制ですが、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0、ファイターズなおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあ、そしてバッターボックスにはデイビス入ります。さあ、なおもピンチの場面。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました、左中間に大きな打球、さあどうだ、左中間を深々と破りヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。
左中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。ファイターズこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。立ち上がりを攻められています。さあそして打席には小栗入っています。さあピンチは続いています。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は6割2分1厘となっています。さすが4番、素晴らしい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。さあ3球目は何か。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許します。4対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。またしても点を入れられてしまいました。打順は5番ローズ。昨日はホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。しかしホームランばかり固めて打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。ファイターズ初回から相手打線に捕まっています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで5連打ノーアウトランナー1塁です。バッターは金村。昨日のゲームは4安打を記録しています。当たってましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ。打ちました、取った、二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは注目のルーキー鈴木。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。さあこの調子、打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、レフトオーバー、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5試合連続安打、ツーアウトランナー二塁。見送ってまずはストライクです。体に近いところ、次が3球目。ここは見送ります。これは手が出ないか、ストライクを取ります。追い込みました、大きく外れました。3ボール2ストライクです。外れてフォアボール。苦しいピッチングが続き悔しさがにじみ出ます。さあそしてバッターボックスには水口入ります。さあなおもピンチが続きます。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。真ん中打ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰ってヒース。まあファイターズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれません。打った、高く上がった、ライト下がっていく、下がっていく、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、7対0。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには2番牧師、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやいいところで打ってくれましたよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。ファイターズこの回先制点を許しています。インコースにバットが出ます。ストライクを先行させていきます。追い込みました、これもファウル。
4球目は何で来るか。この球は見送ります。低め、これは外れた。打ちました。ショート取った。一塁送球、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。7対ファイターズ、これさあバッターはデイビス。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。今のは打たないといけませんね。まあ、やはりピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんね。なるほど、そうですね。ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ワンアウトランナーなしです。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は5番ローズ。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。2球目打ちました。センターの前に落ちました。ヒット、これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー3塁1塁。バッターは6番金村。まあファイターズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。初球大きな変化球でまずは空振り。中間守備で来てますからどの塁に送球するかの一瞬の判断。打ちました。これはどうだ。レフト前ヒット。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。8対0ファイターズ、なおも2塁1塁のピンチです。打順は7番鈴木。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました。センターに強い打球。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。9対0ファイターズ、なおも三塁二塁のピンチです。真ん中打ちました。ファウルになります。さあ2球目は何か。打った。センターに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット。11対0ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは9番水口。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターになります。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いや兄さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗って打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。石井が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。ツーアウトになっています。打った、これはどうか。一二塁間を破る。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。12対0ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは2番牧。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。タッチアウト、盗塁失敗。しかしこの回バファローズ5点を追加しています。12対バッターのワン・ボーロン。ここのところ5試合で打率が2割を切っていますが、不調に陥ってる感じでしょうか。そうですよね、調子を落としてますよね。打ちました。セカンドが前に来る。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。3回の表バファローズの攻撃。打席には2番バッター牧。ファイターズ厳しい展開で序盤3回を迎えています。これはサードビアヌエバ、抑えてワンアウト。バッターは3番デイビス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。
さて今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代したマルティネス。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。バッターは DH 小栗。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそう。打ちました。これは大きい。伸びていく。右中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー2塁。初球は何から入ってくるか。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。高めに大きく外れています。3球目は何で来るか。低め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたがきっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には6番バッター金村。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい。ジャストミート。これは大きい。伸びていく。外野大きな打球になった。レフト深いところ破っていきました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。バッターボックスには7番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい。打った。大きな打球になった。この当たりはどうか。真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。15対0。ファイターズなおもピンチです。打順は8番村上。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。ファイターズピッチャーが変わります。マウンド。さあマウンドを任されたのはロドリゲス。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは4イニングを投げています。真ん中打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁へ送ります。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。ファイターズなおもピンチです。打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。バッターボックスのキース。今シーズンの得点圏打率は6割8分5厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくないすごい数字ですね。痛烈な打球。高く上がった。突き刺さった。ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。追い込んでからの変化球でしたがしっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。2番バッター牧師。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。さあまず1球目しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。これは破っていきそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。初球打ち。ここはフライになっています。ショートに任せます。石井が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点。打順は1番に帰ります。バッター西川。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。改めてお聞きします。バッターの西川どういうバッターなんでしょうか。外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが特徴ですね。そうですか。変化球空振り。2番バッター太田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。
またファウル。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。ファウルになります。ボールになります。打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスには5番ローズ。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。打ちました。これは大きい、伸びていく。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。変化球を見極めます。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。7番バッター鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。2アウトになっています。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクです。外へ持っていきましたが入りません。平行カウント。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。フルカウントになります。打ちました。これはどうだ。石井、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至り、4番バッター中田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここもファールです。見逃し三振、ワンアウトです。5番バッター渡辺、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれません。変化球空振り、あえなく三振です。打順は6番ビアヌエバ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナー1塁です。これが3球目。変化球空振り、3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがファイターズ5回の表にゲームが進んでいきます。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番村上、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたよね。はい、ファイターズ厳しい展開で5回を迎えています。石井掴んで、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打席には9番バッター水口、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いて打ちました。セカンドうまくさばいて二塁へ、二塁アウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。大きな打球になった。伸びていく、どうだ、どうだ、スタンドには届きません。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは2番マキシ。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。ここも思い切っていってほしいですね。打ちました。高いバウンド取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。打順は3番デイビス、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。真ん中打ちました。これはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。
ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、二塁へ送球。バッターランナーは